こんにちは、にです。今日は仮面ライダーゼロワン、RKF、仮面ライダーバルキリー、ラッシングチーター、こちらを見ていきたいと思います。はい、仮面ライダーゼロワン、3人目のライダー、仮面ライダーバルキリー、ラッシングチーター、RKF で発売でございます。これで3人全員揃いましたね。パッケージはいつもと同じ仕様になっていて、こちら側にフィギュアの写真、こちら側にスーツの写真、サイドもスーツとフィギュアだよね。こっち側がスーツで、反対側がフィギュア、そして後ろ側。セット内容が書いてあるんですけども、今回はラッシングチーター本体とエイムズショットライザー、そして交換用の手首2個で、バルカンの時と同じかな、全身17箇所稼働ですね。で、過去に発売されたライジングホッパーとシューティングルフがここに載っております。まあ、横にね、今並べてるんですけども、箱こうやって3つ並べるだけでもね、すごい気持ちいいですよね。それでは開けていきましょう。はい、出しました。フィギュアの全体像はこのような感じで、一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 と、プロポーションすごいいいですね。で、全体的な雰囲気は仮面ライダーバルカンと同じような感じで、体半分色がついていて、半分白いっていう、そういうスタイルになります。まあ、エイムズショットライザーで変身するとこういう感じになるんでしょうね。で、塗装に関してはそんなに多くなくて、オレンジ、白は成型色ですね。で、大きさ比較、ゼロワンライジングホッパーを横に持ってくるとこうで、そして、仮面ライダーバルカンシューティングルフ横に持ってくるとこういった感じになります。どうでしょうか。女性ライダーっていうことでちょっと小さくできてるのかな。同系列のバルカンとね、バルキリー並べるとやっぱり肩の位置がちょっと下だよね。で、頭のてっぺんもバルカンの方がバルキリーよりも大きいので、少しね、小さくできてるっぽいですね。で、パッと見で違うなってすぐわかるのは腰回り。胴の長さがバルカンの方がね、やっぱり長くなってるので、そういったところで大きさ調節かけてるのかな。あと全体的なボリュームとしても、胸周りとかもちょっとね、小さめな感じになってるし、足はこれ使い回しなのかな？どうなんだろう。いや、違うな。新規造形だな、これ。太ももの部分とふくらはぎの部分、ちょっと違う気がするっていうか、違うな。ふくらはぎの形がやっぱり全然違う。こっち側のバルカンの方はね、ここの部分が結構鋭角なのに対して、バルキリーの方は少し丸みを帯びていて、この中のモールドの形も違いますね。太ももは同じようにも見えなくもないんだけども、ちょっとちっちゃいのかな。まあ、そういうところで同じように見えるけども、結構いろいろ変えてるっぽいですね。腕どうなんだろう。いや、でもここはもう形が違うもんね。こっち側、肩の部分が、こう腕と一体造形になっていて、もうバルカンと全く違う構造だから、もうほぼ全部新規で作っているような、そんな感じですね。それでは細かく見ていきましょう。まずはお顔周り、チーターモチーフということで、斑点や耳の造形がありますね。で、目の部分、金色塗りつぶしで、複眼パターンとかは入っておりません。で、このオレンジ色の部分、塗装なんだけど、ちょっとここ僕のはみ出てるかな。で、サイドから見ると、こういった感じで、まあ、ちょっとね、後ろの方はヒューマギアみたいな、そういった感じになっていて、本来ならば、この辺ちょっと軽く墨入れっていうか、黒っぽい色がね、ラインに入ってると思うんですけども、その辺は一切入っておりません。後ろから見ると、こういった感じ。まあ、細かいモールドはしっかりと入っております。そして首元の部分、ここ銀色にね、塗装されていて、そして胸周り、オレンジ色は成型色で、こちら側の銀色は塗装ですね。あと、こういった部分、斑点もしっかりと入っております。ただね、すべての斑点全部入ってるわけじゃなくて、こちら側の肩のね、ここら辺も斑点がちょろちょろあったと思うんですけど、その辺は省略ですね。こう、大きい分かりやすいところだけ、黒くね、色が入ってるような感じになります。で、反対側の腕の部分。ここはね、もうちょっと銀色
道がね、こう関節っていうか節々のところにあるんですけども、そういった部分は全部省略で真っ白になっていて、ちょっとこの辺のね、のっぺりした感じっていうのはそういったところで出ちゃうのかもしれないですね。で、後ろ側、はい、後ろはもう全く色はないような感じで、ちょっとね、こうビスが見えたりとかしてるんですけども、まあ、このシリーズはね、この辺はいつもこういう感じなのでそんなに気にはならないですね。で、反対側、腕もね、ここ確かね、銀色っぽい色だと思うんですよね。だから全部オレンジ色になっちゃってるので、そういったところでこう少しね、単調な感じになっちゃうのかもしれないですね、うん、で、反転ここしっかりと入っていて、そして胴回りの部分、ここはね、銀色で塗装されていて、エームズショットライザーがくっついていて、これは外せるかな、あれ取れないな結構ガチッと止まってるな。よっと、はい、うん、まあこういう感じでね、取ることはできるので、こうね、構えた状態にするときとかはここを外すような感じかな。ただ外してもここをね、こうピコンと飛び出ちゃうから、あまり気にしないでつけっぱなしでね、あのエームズショットライザー持たしてもいいんじゃないかなっていう気はしますね。そして、ホルダーがサイドについていて、で、後ろね、まあ、ベルト止めのこの辺とかもしっかりと造形されてるのいいですよね。で、ね、ここのね、腰回りの部分なんですけど、これ全体的にちょっと白くなっちゃっていて、本来はもうちょっとなんか色があったような気がするんですよね。この辺はね、バルカンの時もこうなんか色があったと思うんだけども、全部真っ白のね、パンツみたいな感じになっちゃっていて、少しこうもったいないというか、なんというか、まあ、でも太もものこの根元の部分ね、銀色になってるので、まあ、これでうまくカバーっていうところなのかな。うん、どうしてもやっぱりボーイズトイなんでね、そこまでがっちりやるっていう、しっかり再現するっていうわけではないので、まあ、その辺は仕方がないところだとは思うんですけども、ちょっとね、こう今回の仮面ライダー全体的にシンプルな形なんで、こうね、色が少なくなってきたりとかすると分かりやすいっていうか、全体的にのっぺりしちゃうっていうところでね、そこがまあ弱点かなと。で、足回りね、反転がね、ここ全部省略なんですよね。確かね、この辺にもここにもね、造形入ってるよね、反転あったと思うんですけども、足の部分はそういったところがね、ちょっとこう薄くなってきております。うん、で、足先はこれはバルカンの時と同じ感じで、このね、オレンジ色の方は獣足みたいな感じになっていて、で、こっち側の反対側は普通の足になっていますね。で、足裏、はい、うん、まあ全体的に頑張ってるとは思うんですけども、どうしてもちょっとね、バルカンの時と同じようなおもちゃっぽさが少し残るかなっていう気はしないでもないですね。交換の手首は少し開いたような形になっていて、そして付属のエームズショットライザー、これはバルカンの時と同じかな、同じようなものが入っていて、当然ね、ラッシングチーターに持たせることができます。次は可動です。頭部はボールジョイントで一周ぐるっと回すことができて、前後は前にこれぐらい、後ろにこれぐらいで結構動かすことできます。そして肩回り一周ぐるっと回すことができて、水平方向はここの部分がね、ちょっと干渉しちゃうので、この状態だとここまでですね。ただ今回は肩の根元の部分ボールジョイントになっているので、下に下げてから上げれば、まあここまでは上げることができます。で、肘の部分が90度曲がって、そしてこの根元の部分ですね、ここでぐるっとロール運動、手首差し込み式で一周ぐるっと回すことができます。で、左右でちょっと作りが違って、こちら側、右側は肩アーマー、ここがね、ヒンジで動くようになっていて、で、さっきのね、ここみたいに干渉する場所がないので、水平方向は結構上がりますね。その他の部分に関しては、こういったところは同じ作りになっております。次は胴体部分、胸の下の部分ボールジョイントになっていて、左右のひねりはこれぐらいですね。頑張れば一周回りそうなんですけども、ちょっとこの辺の塗装をね、剥げそうなので無理はしない方がいいかな。
前後は前これぐらい、後ろこれぐらいで、まあ気持ち動く程度ですかね。で、腰回りはここは可動なしで、次股関節の部分、水平方向はここまでで、まあ90度まではいかないんですけども結構上がります。そして前後、前はこれぐらい、後ろはよっとこれぐらいで、まあまあ動くんじゃないかな。そして膝が90度以上曲がって、ロールは特にこの辺は入ってないですね。そして足首ボールジョイントでぐりぐりと動かすことできます。はい、仮面ライダーゼロワン RKF 仮面ライダーバルキリーラッシングチーターを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、ついに3人揃ったね。こうやって並べるとすごい気持ちがいいです。で、全体的な印象はバルカンの時と同じような感じ、ちょっとメリハリがなくてのっぺりした感じに見えるんだけども、ただゼロワンのライダーたちはね、みんな形シンプルでつるっとしてるから、まあしょうがないといえばしょうがないのかな。で、あとお値段2500円、 RKF のお値段の中ではミドルクラスですね。だいたい2000から3000円ぐらいの、まあ、値段設定になってるんだけども、ちょっとね高いかなっていう気がしないでもないんだよね。2000円のあの RKF とそんなに変わらないというか、で2500円ぐらいで売られている RKF って結構こうね、こうなんていうの、マントみたいなものがついていたりとか、マントっていうかローブか、ローブみたいなものがついていたりとか、ちょっと凝った作りのものが2500円ぐらいだったので、まあでも肩の可動が少し変わってるから、そういったところでコストアップなのかな。まあでも2300円じゃないっていう気がしないでもないんですけど、どうでしょうか。2500円だったらもうちょい黒と銀色を増やしてね、もうちょいメリハリ出してほしかったなっていう気がしないでもないですね。うん、で、まあ、仮面ライダーゼロワン、お話はどんどんなんか面白くなっていくね。もういきなりね、自分の正体バラしちゃったし、だからこれで多少共闘しやすくなるというか、連携を取って何かをするようになるとは思うんだけども、でもね、バルカンの人はやっぱり半信半疑で動くような気がするんだよね。でね、会社の中になんかスパイみたいな人、なんかこう裏で工作する人がいるんじゃないかな。どっかでね、アルトが悪く見えるように印象操作をして、バルカンの人がねやっぱりみたいな感じになって、こう決別しつつっていう、そういう流れがどっかで来るような、そんな予感もしつつみたいな感じかな。で、バルキリーの人はねちょっとまだよくわかんないっていうか、ニュートラルな感じがしていて、まあ、今後ねどういう感じで動くのかっていうのがすごい気になるところですね。まあ今後がすごい楽しみです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。Thank you.